逆風ちゃん、逆風ちゃん。拍照干嘛？神宮球場にいるスワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューのお時間です。今日は3人にお越しいただきます。まずは最初に今年は3個でありがとうございます。でかいよ、今年は青く6回2失点、今日のピッチング振り返っていかがでしょうか。It was great. The best stuff they ever had. It was a great team win. Jeff did a great job. We've been locked in place. このピッチの場面で内山選手とマウンド上で話する場面がありました。どんな会話があったんでしょうか。Just try to stay with the game plan, just go over that one more time, do the signs, and you know, just really focus on the pitches we were about to make. そして今日はピンチの場面もありましたが、サイスニード選手自身、どんなところが今日良かったですか。Everything was good. I didn't have my best stuff, but like I said, we had great defense, a lot of good plays, and you know, able to mix and move the ball around. And it's a really good team, so anytime you can beat them like that, it's really good. そして青木選手、西山選手のタイムリーもありました。一体どんな援護点になったでしょうか。He did a great job. Great at bats. I'm really excited for the player he is and who he's going to be. Sorry,
さあこの2年目でいい活躍が続いてますが、改めてここまで将軍の活躍はどう感じてますか？すげえ近所ってことだ。すごくいい経験もさせていただいて、少しずつ結果が出るようにもできたらと思います。わかりました。最後にはこのメッセージお願いします。これからもスワローズの一員としてチームの勝利に貢献できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。打った打席も本当になんかこれまでの全ての人たちに本当に感謝して打席に立ちました。そんな中で今日は日本通算1500試合出場となりました。日本だけでの試合はまずは締めの記録、どんな気持ちでしょうか？そうですね、本当なんかピンとこないところあるんですけど、そうですね、こういう節目の試合っていうのは本当になんかこう感謝の気持ちがいつもいつもこう芽生えるんですけど、本当にそういう気持ちで試合に臨んでました。そして青木選手から見て今日の内山選手のリード、最初にこの投手のピッチングどう見えたんでしょうか？もうね、最終日からしっかり抑えてくれましたし、まあ、やっぱり内山がね、こうやって、若い選手が出てくるので、本当にヤクルトスワローズにとっても、すごくいいことだと思いますしね、こういう選手が、まあ、一人でも多く出てきてほしいですけどね、こう、まあ、こんなにも本当に若いですけど、こうやって一軍でやるだけの力があると思うので、これからもね、チームを引っ張っていってほしいですね。そして今日のバッティングの様子ですが、青木選手、組み立てに投手、なかなか今シーズン点が取れない中での貴重な先生だとなりました。先週から大事なところで一本出てますね。そうですね、ああいう場面で一本という気持ちはいつも持っているので、本当にいいピッチャーなんですよね。まあ、少ないチャンスをものにしたという感じで、本当にいい流れで試合が進んでいます。なんか本当にうまいことを言ってると思いますね。ピッチャーも本当に頑張ってますし、野手も、なんとか粘り強く、やってますしね、まあ、自分は盗塁を決めましたしね。いい流れで来てるんで、明日も勝って、次のシリーズに、つなげていきたいと思います。それでは最後にもう一言いただいていいですか？ソロファンタのメッセージをお願いします。すごい頑張ります。好吧。
けるんだけど、俺の寒さ、俺のおじいさんだから、俺の辺はサムスイーブン、サムスイーブン、ブラザーです、娘さんに差し上げて、ブラザーですからね、ブラボーってハットが言うときに、さあ、そのことですね、サムスイーブンは今週です、こちらはこれは中止して、もう約1人目になってね、199人目になってますけど、今、ビジョンの方に受けておりますけども、初出身史上201人目、皆さん1500試合出場、よろしくお願いします。ちゃんのチャンネル登録人数800人突破、ありがとうございます。チャンネル登録してね。